あ、じゃあ女の子たちに聞いてみます。どうでしたか今日は。Yeah, I really enjoyed it. It was cool to play in a new country because I don't usually, and I don't usually play on actual grass. So yeah. そうですね。あの新しい国で初めての国であのプレーするのはとても楽しかったですというのと、それからやはり天然芝というのが初めての国で。そこはやっぱり大きな違いなんですね。やっぱりどうですか。あの今朝の9時に集められたばっかのチームなんですけど、それにしては。すごいよくできたと思うし、でもまだ日本チームと香港チームの差があるので、次の試合でそれを縮めていきたいと思います。日本に来て思ったこと、感想。 What do you think about Japan so far? I think it's pretty cool. The bathrooms are really nice. すでにあの羽田に着いた段階でですね、お手洗いに大感動しておりまして、あのもうそれだけであの話題がもう持ちきりなんですけど、あのクールだということ。あークールジャパンで。じゃあトイレは常にきれいにしておきますね、日本は。コーチの方々は元ラグビー選手ですか。香港代表とか。クリケットクラブ。あ、僕はあの競馬場の中のグラウンドでワールドカップ予選戦いました。あのその中で女子のワールドカップの最終戦、日本対香港の試合を見て、この機会を作ろうという話になったということを聞いたんですけど。私は日本でその試合をテレビで見ていて、で試合が終わった後にあのお互い香港でプレーをしてた子どもたちが、今は日本と香港に分かれてまだラグビーを続けているので、まあ、一緒にあの試合ができる機会を作れないかなという話が始まりました。はい、あの将来だったらあの女子のワールドカップで日本対香港で対戦することっていうのはやっぱり望まれますか。Against Japan as your national Hong Kong players in the future? The one from Hong Kong, yes. The one from Japan, no. 日本に滞在あと何日間ですか？火曜日に帰ります。火曜日までぜひエンジョイしてください。Enjoy. ありがとうございました。